落馬事故で死去した藤岡康太騎手、去年35、を痛み、13日の JRA 開催3競馬場で 1R 前に黙祷が行われた。各馬のウィナーズサークルで騎手が整列。祈りを捧げた。この日は模章を着用して騎乗する。阪神競馬場では兄の祐介騎手、38、矢竹豊騎手、55、らが、事故のあった3コーナーを向いて黙祷した。 中には涙する騎士の姿もあった。三競馬場には半旗が掲揚され、献花台と記帳台が設置された。来週以降も開催中の競馬場において実施される。1R の元馬場入場前には場内放送で、謹んで哀悼の意を表するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます、とアナウンスされた。レーシングプログラムにも同じ文言が記された。